ゆうこすもとチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回はモテる女は汗を徹底的にケアをしたいということで、汗ケアをね紹介していきたいと思います。いやーまあやっぱとにかく汗はかきたくないけど、そんなことはできないので、かいちゃった上でその汗をどうやってケアしてるかとか、こう匂いが出ないようにしてるかとか、それを紹介していけたらなと思います。結構私汗ケアはですね、いろんなアイテムを毎年買い込んでいて、ここに関してはお得なので紹介させてください。それではゆうこすの、汗ケア動画スタートです。モテたい女子必須。ちょっとね、まず何から紹介していこうかなという感じではあるんだけど、はい、まずはねこちらです。ででーん、私が大好きなベキュアですね。もうゆうこすはもうリップから始まって、ベキュアっていうブランドが本当に好きで、結構何回も動画にしてて、ファンの方も知ってる人は知ってるんじゃないかなとは思うんですが、とにかくベキュアはね、あの見た目が可愛いですよね。どうしてもこういう冷感系のアイテムってちょっとメンズっぽいデザインのものが多かったりもするんだけど、とにかく可愛いし、全身にシュッとミストでかけて、髪とかねもう使っていいんだけど、プラスでこの持ち運びの扇風機、これねリズムっていうところのなんだけどね、軽いしちっちゃいし、なんかどっかこうくっつけれるしで、あとね5段階なんですよ、風が1、2、3、4、5です。これでさ、この量すごくないですか。めっちゃ暑い時とかはだから首元とかにベキュアのこれをかけて、もうこれ最高です、この組み合わせ優勝。ちょっとあと映像でね撮るのが恥ずかしいんだけど、あと脇の下とかにシュッとかけて、ガーッと風を当てるとですね、人間の体って脇と首を冷やすと一気にこう汗も引いてきてくれるので、すごいおすすめです。とにかくあと香りがいいんだよね。私が使ってるのはこのねブルーミングリラクシーの香りって言って、万人受けするようなすごい清潔感のある香りで、もう一個あって、こっちがプラストルベだ。こっちも好きなんですよ。うん、こっちはちょっとこう柑橘系の香り、どっちもすごく清涼感のある香りなんだけど、これはもうとにかくいいですね。てかもうこれとの組み合わせが最高すぎる。あー良すぎで続いてですね、見た目が最高に可愛くないですか。これもねベキュアハニーの中のブランドのワンダーハニーですね。ワンダーハニーの素肌スッキリクールシャワーシート、全部で3つぐらい香りがあったんだけど、私はこのねブルーミングリラクシーという香りが一番好きかな。これも相当スーッとしてくれて気持ちいいし、香りがとにかく私はすごく好きで、うん、こういうなんか汗を拭いてくれるようなシートってたくさん出てると思うんですけど、ぶっちゃけ全部いいなと思ってて、なので今私は結局見た目と香りで選ぶことが多いですね。やっぱこう持ち運ぶので、バッグの中に入れててテンションが上がるようなものがいいので、こちらがめちゃくちゃ好きです。うん、続いてどれ紹介しようかな。あ、これねめっちゃいいんですよ。ででーん、なんかマスクールっていうマスク、これハンズで買ったんだけど、こんな感じでロゴがついてる、マスクールって、もうなんか名前がわかりやすくていいよね。内側のねところがちょっとね見づらいかもしれないんですけど、接触冷感になっていて、肌が触れると若干こうひんやりするんですよね。手洗いもできるし、割とこうシンプルなデザインで、まあ使いやすいし、この耳のところを長さが調節できるので、どんな顔の大きさの方でも使いやすいかなと思います。こんな感じでつけるんですけど、確かにこう息とかすると若干こうひんやりするんですよね。風通しもねなんかいい気がしますね。やっぱマスクですごく熱くなっちゃうって、ここら辺が汗かいちゃうってことが結構あるので、こうマスクの素材もこだわるっていうのはありなのかなと思います。まあ今のねこのご時世特にね。はい、続いてですねこちらです。ハンカチです。ヌーノっていうブランドのものでね、割とシンプルなデザインで、大きさもまあまあ普通の持ち運ぶサイズのハンカチなんだけど、片面がまたさっきマスクと一緒で接触冷感っていう素材でできていて、ちょっとねこうサラッとして冷たいんですけど、こう濡らして使うんですよね。ちょっと濡らしてきます。はい、こんな感じです。お手洗いとかでバッと濡らして絞って、こんな感じでわーって回すんですよ。で回したらめちゃくちゃ冷たくなって、でそれを首の後ろとかに、マジで暑い時とかこうやって置いてますね。こんな感じで、やっぱりこのマスクもそうだけど、何度も使えるところがやっぱいいですよね。こうやってね休んでる時にこうしながらスマホ触るとかやってますね。気持ちいい。あとはあの頭を日焼けしちゃった時とかはもうこうやって歩いたりとかしています。やばいなこれ慣れてるの
でもやっぱ1枚濡らして首元とかを冷やせるものを持っておくっていうのはすごく便利かなと思いますね。本当にここと脇でね一気に変わるもんね。すごいですよね。はい、で最後がですね、もうこれはないと生きていけないかもしれない。本当にこれもね、あの1個目と2個目と同じベキュアハニーのかな、フローズンヘッドジェットシトラスソルベっていうやつなんですけど、私めちゃくちゃ熱中症になりやすいというか、頭皮が日焼けめちゃくちゃしちゃうんですよ。ちょっとでも外に出てこう日傘とか忘れちゃうと、もうここ真っ赤っかになって、シャンプーの時にヒリヒリしちゃうし、こう皮がむけてこうなんていうフケみたいになっちゃったりとか、もうとにかくずっとクラーってしちゃうんですよね。頭の中ってすごく熱がこもるみたいで、本当に気をつけとかないと熱中症の恐れがあるので、基本的にはその帽子をかぶるようにはしてるんですけど、こう撮影の関係でヘアアレンジお団子した時とかかぶらない時もあるので、こういう頭にシュッてするスプレーなんですけど、もう毎年ため買いしてて、私と一緒にこういつも帯同してくれてるマネージャーさんとで常にどっちかが持っていて、常に私は夏はかけないと本当にやばいのでかけてるんですけど、ベキュアさんとそれを仲良くいつもさせていただいていて、今年の夏これ出ますよって送ってもらってから良すぎて普通に自分でも買ったんだよね。これこれまだこっちが使い終わってないからさ、開けてもないんだけどさ、もうため買いしております。いやこれが本当に今んとこ一番今年のお席の中で好きかもしれない。開けるとこんな感じの、こう先端が丸くなっていて、刺した時に気持ちいいやつがこうついてるんですよね。でこれをこんな感じで頭にくっつけて、あーあー気持ちいいっていう感じですね。あーこれなんですけど、シュッシュッってつけても全然こう白く残らない。たまにこうつくんだけど、チュンチュンってやったらもうないというか、10秒ぐらい置いとけばもうないというか、すごい気持ちいいですねこれは本当に。でこれ香りもですね、ちょっとこうレモンっぽいというか、すごく気持ちいいので、最近はもう仕事の合間のリフレッシュした時とか、疲れたなって時とかに、なんか無意識でずっとやってますねこれ。ちょっと待って、永遠とやってしまうかもしれない。いやこのヘッドジェットやったことないです。マジでやってほしいですね本当に。毎年結構買ってたんだけど、私がまず使ってたのはスプレータイプだったんですよ。でこういう刺せるタイプのものが私は見たことがなかったので、気持ちよすぎてちょっと、まあ確かにこの夏アイテムってのは分かるんだけど、なんかもうずっと出してほしいってぐらい気持ちいい。見えるかな、ちょっとねシューって出てるんだよね。見えました、このなんか冷たそうな冷気。おー、ちょっとやりすぎちゃった。とにかく気持ちよくて、やっぱり頭皮が冷えると頭の中の熱がですね、めっちゃね温度が高いんだって。それが下がるだけでも本当にスッキリするし、汗もちょっと引くし、おすすめですね。うん、あと、ね、髪って匂いの原因にもなっちゃうので、ちょっとね嫌ですよねそれね。この辺とかも拭けばいいじゃないですか、汗かいても。でも髪は本当に匂いの原因になっちゃうから、匂いまでスッキリさせてくれるのはめちゃくちゃいいなと思います。はい、というわけでいろんなアイテムを紹介したわけですが、いかがだったでしょうか。汗ケアはですね、結構いろいろこだわってるんですけど、今年はいろんないい商品に本当に出会えたなと思いますね。うん、いやーこの商品が本当に最後の熱がすごすぎたよね。はい、今年の夏もねきっと暑くなると思うので、皆さんぜひ、今回の動画を参考にしていただいて、汗草女子は回避しましょう。うん。というわけで今回の動画がちょっとでも参考になったり楽しかったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バーバイバーイ。